30周年おめでとうございます。おめでとう。私がガテマラっていう国を知ったのがもう二十数年前なんですけども、そのガテマラに何度もこう行ったりしてるうちにマヤの森と出会うんですけども、そのマヤとの森と出会って行った時にはちょうど日本の森がどんどんなくなって、
あのダムになったりとかしてどんどん日本の自然がなくなっている時だったんですね。それでガテマラの森に行くとすごくなんていうのもう日本でなくなってしまった失ってしまわれたような森があの残っていて、でそれを見た時に、なんか私の中で日本人として亡くなってしまった私たちが亡くしてしまったその自然をここにまだ残ってるこの森を私たちはあの残されている森を守っていく必要があるんじゃないのかなっていうふうに思ったのが最初だったんですね。でそれででもまあそんなふうに漠然と思っただけで、で森を守っていきたいなってこう しかと思ったっていうのは、ある時に、まあ、ガテマラに住もうかなって思った時があって、でその時に私はじゃあガテマラに住んで何するんだろうなって思って森の中をこう歩いていったんですよね。そしたらその森の中に立って私はここで何したらいいんでしょうねっていうふうになんか言ったらなんか森から答えがこう来たような感じがして、でその時に来たのがあなたはこの森を守っていくんですっていうふうに言われた気がしたんですね。でそれがあそうなんだ私は森を守っていくんだっていうふうになんかこう自分の中でこう入ってきて、なんかあこれを今からやっていくのかなっていうふうに思ったのが自分の中の大きなあ森を守っていくっていうなんか一致したっていう時だったんですね。森とのつながりっていうか大地からこう答えをもらったっていう瞬間、初めての瞬間だったんです。でそのことがきっかけになって、まあ、日本に帰ってきて一人で NGO を作ってティエラマドレプロジェクトっていう大地母なる大地っていうのを作って、そこでまあその森を守っていくための啓蒙活動みたいなことをやって、でそれの一環として彼女が今言ってたその T シャツを作るとか森を守る T シャツみたいなのを作ったりとか、そういう講演活動とか T シャツを作ったりとかそういうことをなんか細々と一人 NGO 的なことをやってました。まあそれが私と森との出会いですね。なんかガリバンブリのチラシとかありましたね。その時はまだ前夏ね。その時は、密かに知ってて、で前夏なんで知ったかっていう と、森に通ってる時にお友達がいて、森の先生というか森の植物のことをいろいろ知っているお友達がいて、でそうリゴベルトっていう人なんですけど、でその人が森のことをとっても詳しくて、で彼が私を森に案内してくれた時に、これがマヤナッツは後からつけた名前なのでラモンっていうんですけど、スペイン語ではラモンっていうのがあってねって、これがラモンでって言って森の中で拾って、でそれを集めてお家に持って帰って乾かして焙煎して、でこうやって飲めるんだよっていうのを初めて私に教えてくれたんです。でその時にはあこんなものがあるんだなって、でとても栄養があるっていうのを聞いたので、これを使ってみんながねもっと食べればね貧困とかそういうのが防げるんじゃないかなっていうふうに思ったのを記憶してるんですけど、まさかね、まあでもまさかっていうか密かにですけどそれを使えたらいいなっていうのは思っていて、でそれが先ほどの彼女が言ってたなんかこっそり黒いものを飲まされたっていうのは、そこにこっそり持ってきてなんかみんなにちょっと飲ましてどうこれみたいな風に恐る恐るみんなに言ってた時があったんです。そのまだマヤナッツを始める前なんですけど、そういう時代もありました、うん、それからそのマヤナッツを実際に現地で焙煎したりしている女性グループがそうですね、そのまだその女性のと出会っていく前に森が燃えてるのを見たっていうのがあって、ただ単純にその森を守りたいと思っても、
なんていうのかな、どう何かそういう術がないっていうか、どうやって守っていけばいいかまだわからない状態だったんですね。でまだなんか自分でもそうやってこう啓蒙活動的に一人で活動しててもあんまり進んでいかないっていうか広がっていかなくて、どうしたらいいもんだろうって思ってた時に、またガテマラでその目の前で森がたくさん焼かれている状態っていうのを目の当たりにしたんですね。ちょっとあ、さっきの人がリゴベルトですね。この人が森の私の先生で、もうちょっと先に燃えてるやつが、はここですね。これが目の前で焼かれてた森の写真なんですけども、これを目の当たりにしたんですね。それが私にとってのものすごく大きなあの転機というかショックで、でもう絶望的になって、なんか自分の身がこう焼かれているような気持ちになったっていうので、なんかこれは牧場になるんです。この後の写真がちょっとあるんです。こんな風にして焼かれて、もう一個こんな風に牧場になっていくんです。でその状態を見て、あのこれはもう何とかしないと地球上の森がこんな風に全部なくなってしまうのはもう目に見えていることだなと思って、私の中でものすごく危機感を感じたんです。それが大きなきっかけですね。 何をしていったらそのこの森が守っていけるんだろうっていうのをものすごく必死に考えてあのいたんですね。でそれで、まあ、急にマヤナッツになったっていうわけじゃないんですけども、あのなんだろう、マヤナッツはとってもいいなと思うのは森の中に生えてるんですよね。今でも野生として、野生じゃないところもあるんですけど、森の中に生えてるってことは森を守っていけばマヤナッツ、マヤナッツを使っていくことで森がこう循環していくんですね。で今までその頃まではあのマヤナッツっていうのを誰もほとんどの人が使っていなかったんですよ。あるんだけれどもみんな知らないんですよね。それを使って食べると美味しいとか、あのそういうことをあんまり知らないので、ただあるだけ、どんぐりの耳が落ちてるみたいにただあるだけで、みんな全然それを活用してなかったんですよ。それはすごくなんか もったいないというか、これを使っていくといいのにっていうのがあって、でそれでそれをでも使っていけばいいけれども、私一人ではどうにもならないわけですよね。現地に住んでるわけでもないし、現地の人たちがそれをこう生産するっていうのが必要なので、でそこでその女性の人たちとの出会いっていうのにつながったんですね。あのどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって、あの毎日その森が燃えてるのを見た後、あのすごいもうずっと教会とかに通ってあの祈って、いたんですね。でその時そういうなんか日々の中で、あマヤナッツの女性たちが隣の村であの今生産を始めたよっていうのを聞いて、でその人たちにすぐに会いに行ったんです。でそれがその初めてのその女性たちとの出会いなんですね。でその女性たちは、まだグループとして発足したばっかりの頃で、あのリーダーの人のお家の裏庭であの実を集めてそれを煎ってあの乾かしてっていう、そういうようなことを本当にお家の裏庭でやってました。で私はその人たちと出会ってあのすごいなんか、感動したんですよ。その人たちがもうそれをやってるってことは、もうそれを一緒に何か一緒につなげやっていけば何かできるんじゃないかって思って、もう興奮状態で、で彼女たちに会って、頼んだんですね。あの私は森を守っていきたいので、このマヤナッツを使って、あんたたちと一緒にこれをどうしていったらいいかなっていう話をした時に、私たちもこれを始めたばっかりでまだ何も売り先もないので、あの売り先が欲しいっていうことを言われた。でそれがきっかけで、あの私がじゃあ日本に持って帰って、市場を作ろうっていうふうに
思ったんですけど、それが私のマヨナッツと女性たち の、 出会いですね。まあ、女性たちのグループ名はアリメントヌクリナチュラーレスっていうちょっと長い名前です。日本語で言うと、日本語で言うとなんかオーガニックな食品みたいな感じなんですけど、その時の女性たちとは今でも一緒に、あ、そうそう、これがその出会った翌日ぐらいで、あのラモンのお料理教室みたいなことをやっててね、みんな作り方を知らないからね、ラモンをあの鍋で煮て自分たちでどうやって食べるたらいいかっていうようなことをねやってたんです。でこの立ってるこの人が今あのリーダーになってる人で、ベネディクタさんっていう人で、もうかなりもう娘さんは二十歳ぐらいになって、娘さんも一緒に今はこの活動を一緒にやっているぐらい成長したんですね。はい、それで日本に帰ってきて、でなんかその後なんか尾瀬で、その尾瀬の山小屋で働いてた時期があったんですけど、なんかそれそのあまり、これはあんまり非公開なんですけど、昨日もなんかでそれ恥ずかしいから言うの嫌だとか、それは言った方がいいよとか言われて、ここはなんか大事なところなんじゃないか、言わなくちゃいけないことに長いなったんですけど、まあなんでか、なんで言いたくないかっていうと、もうなんか人生の中で一番ダメな時期だったんですよ。っていうのはそういうことをなんか思って日本に持って帰ってやるぞって思ったんだけど、もうお金がすっからかんで、もう行って帰ってきてなくなって、でなんかあのプライベート的にもなんかちょっとあのすごくダメな、あの最悪の状態の時で、もう山梨には引っ越してきてたんですけど、とってもなんていうのかな、精神的にも経済的にも最悪の状態だったんです。これから何かやっていこうっていう状態じゃなかったんですね、自分が。それでもうどうしたらいいかわかんないから、とにかくお金貯めなくちゃと思って住み込みバイトをやろうと思って、それであのいつか山小屋で働きたいって人かに思ってた、それを思いついて、なんか大勢の山小屋にバイトに行くことになったんです、住み込みで。で、はい、で住み込みで山小屋に行ってる間にお金を貯めて、それで行った時に、最初のこの時はお金なくて買えなかったんですね。それで住み込んでる間にお金貯まってきたので、それをガテマラに送って、んで山にいる間に au の携帯だけがこうなんか繋がったんですよ。それで外国っていうかガテマラに送ってくれとか、なんかいろいろ指示を出して、それであの一つの大きいコーヒーのこんな大きい俵ぐらいなんですけど、それを送ってもらう手はずとかを整えて、で私が山から降りた時にそれを引き取って、成田にね取りに行って、そして山梨に持って帰って、んでまた山小屋に戻るっていうようなことをして、その山マヤナッツが待ってたっていうか、もう今か今かって、その私も精神的にも元気になってね、あのマヤナッツをやるためのそのなんていう準備をねしていたっていう感じだったんですね。去年にいたのは5ヶ月でしたし、そうですね、そのシーズンで5ヶ月ぐらいいたんですね。でなんか5月ぐらいから働きに行って、で私は5月ぐらいの時になんか遊びに行ったんだけれども、なんかその時にはすごくもう元気になっていて、でなんかすごく家もちゃんになんか山の中を案内してもらってたんだけども、すごく足が速くてなんか追いつけないぐらいな感じで、なんかこんなに足速い人だったんだかなみたいな感じで、すごい元気で、私もなんか、ね、元気をもらって帰ってきたんだけども、なんか最初そんなに落ち込んでたんだったなっていうのをその時にあの忘れるぐらいな感じでしたよね。その合間にあの7月を1キンターレって結構何キロでしたっけ？は、まあ、45キロぐらいなんですけどね、最初のサンプルとして送ったんですね。でそのオデにいた時のエピソードとして、その毎日毎日とにかくあの原生林の山の中に住んでるので、暇があると森の中を歩けるんですよね。であの心身ともにボロボロだったので、この森の神様、山の神様って言って、私は毎日その山の神様、森の神様、私がどうか元気になって、マヤナッツがあの
のお仕事を進めることができますようにって、そのルートができますようにって言って、こうその元気をもらえるようにっていうか、私が復活できますようにっていうふうに、そういう道筋が立てますようにって、こう毎日何か森と会話をしながら、お祈りをしてたんです。で、本当になんか日に日にね、すごい森とかも、その原生林の山からね、すごいエネルギーを、もう身はボロボロなんですよ、働いてるの大変だからね、山小屋の仕事って。すごい大変なんだけど、なんか森からすごいエネルギーをいっぱいもらってね、どんどん元気になっていったんです。どんどん歩けるようになったしね。で、そうしてるうちにね、思ったのはね、あ、そっか、私は前あの森を守りたいと思ってるから、私はここにいながらにして、この森から元気をもらって、それがこう循環されて、ああ、私が前の森を守るために、ここの森は私を助けてくれて、こういうふうにつながってるんだなっていうふうに、この時に思ったんです。そうするとね、なんかね、すごいもう森はね、大手の森だったり、マヤの森だったり、世界中にいろんな森があるんだけれども、こう一つなんだなっていうのをね、その時に感じたんですよね。あ、すごいなと思って、私はこうやって力をもらってるんだなっていうふうに、思いました。それで、山梨に帰ってきて、うん、おうちにチキンタイム。そうだね。はい。それでさて、これからね、マヤナッツをどうやって売っていかなきゃっていう、この現実的なところに来たわけですよ。一金太郎を目の前にして、私はそれをね、ちょっとなんか昔のマヤナッツの外国のラベルのやつを。そうそうそう、こういう状態だったんですね。マヤナッツのスペイン語で書かれた。こういうのが来てたんです。で、これをスペイン語のラベルのやつを日本語に直してなんか紙に書いて、でそれをいろんな使ってもらえそうなところ、パン屋さんとかカフェとかレストランとか、そういうところに配って歩くみたいな、そういう営業しか思いつかなくて、とりあえずこのまんま売るよりは、そういう何かこう形、誰か使ってもらえるところに売り歩くみたいな、まあ、売り歩くって言っても知れてるんですけどね、思いつくところに持って行ったりとかしてやってたんです。そんなことしててもね、全然誰もね、リピートも来ないしね、反応もなくてね、どうしたらいいんだろうなっていうのをこうもう結構どうしたらいいんだろうなっていうふうになったんですよ。で、周りのね、友達とかにね、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって言って、ラベルもできないしねって悩んだ時に、あるパン屋さんにね、これを持って行ったんですよ。そしたらね、そのパン屋さんがね、すごいことを私に言ってくれてね、美穂さん、これはね、一人でやるもんじゃないからね、あんた一人でこんなことやっててもダメだよって言って、なんかネットワークにね、つながらないとダメだよって言われてね、で、そうかと思って、ネットワークかと思って、で、そのネットワークっていうところで、その頃ゆいちゃんたちが入ってたスロービジネススクールっていうね、学校という母体はないんだけれども、ネットの中で緩くつながっているスロービジネススクールっていうのがあったのね。で、それをもともと作った校長っていうか、まあ社長、まあ、そこでは校長っていうんですけど、フェアトレードの先駆者的な、福岡にいるウィンドファームっていうコーヒーを輸入している中村さんっていう人がいてね、で私も福岡なので、あ、福岡だし会いに行ってみようかなと思ったのね。で、そのフェアトレードをやるならどうやってやれていけばいいんだろうっていう、そういうビジネスのノウハウ的なことをね、聞きに福岡に行ったの、中村さんに会いに。そしたら中村さんがね、私にね、言ったのはね、そんなね、なんていうの、そういうノウハウ的なことは全然教えてくれなかったの。あれとか思って、なんか肩透かしかよとかって思ったんだけど、その時にすごい大事なことを教えてくれてね、このものをね、売るのに、このもの
では物は買わないんです今はね。これのね背景が大事なんですよって教えてくれたの。だから太田さんがこれをマヨナッツを売りたいと思っている、なんでこれを売りたいと思ってるのかっていう、あなたのその物語というか、あなたが売りたいというその背景、バックグラウンドをみんなに伝えていくことが大事なんですよっていうふうに教えてくれたんです。でそれで、あそうかそういうもんなんだと思って、まあどういうふうに輸入すればいいかとかも全然結局何も分からずにそのまんまだったんですけど、もう何もだからビジネスとか輸入とかやったことないからね、本当にど素人なんですよ。ど素人なのにね、なんか売ろうと思ってたからね。でそれで校長にやって、それでそのスロービジネススクールっていうところに、まあ私あんまり入る必要ないと思ってたんだけど、そのネットワークに入った方がいいよ、つながった方がいいよっていうその一言で、そのスロービジネススクールにね、やっと入った。前から勧めてくれたのに、私はいらないとか思ってたのね、ずっとね。そう。それでそれに入りました。で、それに入ったら、もう私やることがもう決まってて、もうこれやるよって決まってるじゃない。それでもって、最初になんかそのスロービジネススクールの中でそのプレゼンをやる時間があって、そう、はい、あのスロービジネススクールで、プレゼンをやる合宿の機会があったのね。でそれの合宿に参加して、それで、もうなんていうのこれを売りたいんですっていうのをもうどうしたらいいのか分かんないから、もう私は本当にもうなんていうの、手から足からとにかくもうとにかく全てにおいて私はみんなの何サポートが欲しいっていうのがもうすごいんですよね。もう 100% ぐらいここに現れていて、その頃なんか日本さんなんか喋るたびに泣いちゃってたんでいつも泣きながらじゃなって言ってそのプレゼンでもやっぱりそうやってあのもうね、プレゼンがね、なんか本当は10分ぐらいあったのに、なんかおせおせになっちゃって、私3分ぐらいしか喋れなくなっちゃって、3分でお願いしますとか、へへへって思って、目の前、人の前で話すっていうことが大体全然苦手な人だったんです。だから、人の前で話すっていうことが苦手なのに、いきなり10分が3分になって、どうすりゃいいんだろうって思ったんだけど、もうとにかく話すしかなくて、でもう私が 今話したみたいなちょっとそういう流れをね、なんであの森を守りたいかとか、なんでマヨナッツなのかっていうことを話していくと、もう感極まってきて、うん、なんかもううぶっとかってなっちゃうってた昔はしょっちゅうなっててね、うん、で今でも時々なる時があるけれども、でそれでなんかまあみんななんか感動してくれて、あのたくさんの人がそこの場にいたんですけど、そのどの参加者っていうか、たくさんの人が何人かの人がプレゼンをしてね、それにこう分かれて集まるんですよ。でそのプロジェクトチームっていうのをこう作って、みんながその中に集まって、じゃあマヨナッツ一緒にやっていきたい人みたいな感じで何人か7、8人の人が集まってくれてね、でそこでマヨナッツプロジェクトっていうのが立ち上がったんです。なんかそのプロジェクトはなんかその場にいなかった人も後から入ったり、そうね、私もその合宿には参加できなかったんだけれども、そう、ね、後から入ったり、そうでその今その時の一番最初の時にもういた泣いてるのを目撃しました。ワクチンさんで滋賀から今日は来てくれてるんですけど、このラベルとかも全然どうやってさっきのね、あのスペイン語のやつからここになるまで時間がかかったんですよ。でそのプロジェクトマヨナッツプロジェクトっていうのが始まったら、あっという間になんかじゃあどんなラベルにするとか、なんかいろいろラベルのロゴを一つ決めるのとか、なんかキャッチフレーズ作るとか、いろんな私が今まで考えてなかった以上のことがいっぱい考えなくちゃいけないことがあって、でそういうのをみんな素人集団なんですけど、でも自分は広告代理店やってる、自分はあのコンピューターができる、私は何ができるとかっていう、いろいろみんな何か何かできる人がいるんですよ。だからそういう人たちが集まって、あのまあ合宿の時は顔を見合わせてて、あとはもうみんな離れてバラバラなのでメーリングリストの中でとかスカイプを毎週やったりして、そんな中で遠くの人たちと一緒に
その前ナッツを売っていく最初 の、 あの立ち上げのところがこうできていったんですね。それが最初のこれが顔なんですよね。まあ、この前に私が一筆書きでマヤナッツって書いてたのが一瞬あるんですけど、ほとんどその後はこれで、その一筆書きで書いたのがちょうど3月の今ぐらい、70年前の今ぐらいにね、営業したんです、その一筆書きのやつ。それが思い出なんですけど、こんなのが最初にあって、そのマヤナッツプロジェクトはなんか、まあ、できるって言ってもなんかそんなに輸入とかをやったことがあるような人っていうのは、うん、なかったね。で、できるって言ってもなんか私も入ってたんだけれども、うん、そんなことに関わったことはないし、本当にこれなんかうまくいくのかなって半信半疑なまま、でもなんかちょっと文章を見たりとかできないなりに、で、それをでもなんか今その時の記憶を今見返してみたら、なんかその毎週毎週スカイプをやってなんだか知らないけど異様な盛り上がりが出てるっていう、なんか不思議な感じで、ね、人がずっと固定メンバーじゃなくて、みんなそれその時その時でこう入れ替わり立ち替わり、いろんな人が混ざってくれて、で本当になんかすごいチームができてたよね。ゆるゆる仕事集団でもなんか集まれば形になるなんて、すごかったよね。でなんか店頭販売も、そうでね、店頭販売も始まって、これが今日来てくれているユミさん、ユミさんどこにいるかな、あ、ユミさんがうちに来てくれて、ユミさんはスロービジネス関係なかったんだけど、別ななんか出会いでうちに遠野にも来てくれて、そんでパッキングとか手伝ってくれた、なんかこんな写真が出てきたりとかしてね。それでなんかそのマヤナッツのそのプロジェクトが立ち上がったのが2008年なんだよね。でその2008年のその頃の ML の記録とかをなんか見返してみるとね、1年間の間にね、もうなんかめちゃくちゃいろんなことをやってたんですよ。もうすごい凝縮濃縮されたあのことをやっていて、あ、ちょっと今ここに持ってきて、あそこに持ってきたんだけど、なんかあのクッキーを作っ、マヤナッツクッキーを作ってみようとか、マヤナッツキャンディー、飴ね、飴を作ってみようとか、なんかいろんなこうマヤナッツカリントを作ってみようとか、いろんなアイデアが出てきて、そのアイデアをちゃんとどこか本当にあの行ってみるんですよ。そういうのを作ってくれるところに行ってみて、そして作ってもらってサンプルとかもやり取りしたりとかして、だから幻のマヤナッツ飴がね出てきて、昨日持ってきてくれたんですけど、まだ食べられるんですよ。すごいですよね、9年も経ってるのにマヤナッツ飴すごいよねって結局で夫が1000個もいるっていうことになって、あの実現しなかったんですけど、そんな売り先がないってことで、今なら売れるかなとか思うんですけど、その時はねちょっとさすがに1000個ねって言って、でもマヤナッツ飴ね、マヤナッツのパウダー入りとマヤナッツのコーヒー入りとあってね、あの2種類あってね、結構いけるんですよ。あとどうしても食べたい人ありますからね、あの言ってくださいね。でこれが一番最初の合宿の時に、なんかあの合宿に合わせてマヤナッツをあの送っといて、で現地 の、 そのパンを作る人とかピザを作る人がいて、その人たちにマヤナッツを入れて初めて作ってもらって、それを皆さんに食べてもらうっていうようなこととかもやったりとか、あとデモ販売とか急にナチュラルハーモニーっていう、あの港北と横浜の港北の大きなナチュラルショップがあるんですけど、そこともうご縁ができて、なんかここでいきなりデモ販売ができるようになって、初めてすぐの頃なんですよね。その時になんか映像のビデオみたいなの作ってくれたり、なんかとにかくすごいいっぱいいろんな準備、初めてなのでね、デモ販売ってどんな風にしたらいいのかもわからなかったんですけど、私たち5、6人とかで行っちゃって、すごいお店の人大迷惑だよね一つのもの売るのに5、6人で来ることはないと思うんで、その盛り上がりにびっくりしてるって、すごい人も来るし、ものすごい売ったんですよこの時。なんかもうお店の人びっくりするぐらい売れて、でなんかちょっと安すぎたっていうのもあって、売ったのが500円で売っていたり、500円とかでこれ売ってて、ちょっとあんまりこれじゃ全然交通費も出ない、何にも出ないねって言って、それでなんか値段を上げた方がいいねって言って上げたりしたんですけど、値段上げるのもなんか抵抗があるよねとか言いながらね、そう、そんなこともあって、
なんかもうあっという間にね、本当短い間にすごいいろんなそう栄養のグラフをね作ってくれたりね、いろんなことが一気にやってったんですよね。今考えると驚くほどのことを何年間かの間にやったんじゃなくて、もう1年間の間にもなんか凝縮してガーって全部もう全て走りながら考えるみたいな感じで、言われたことはやる、何か言われてやるみたいな、全部もうこう今まで一人で悶々としてたでしょ。だから何にもできなかった、何もできないっていうか、どうしたらいいか分かんなかったから。でもたくさん今はいろんなことを言ってくれるから、とにかく全てのことを言われたら、とにかくいいとか悪いとか関係なく全部行動に移して、それが OK なら OK、 ダメならダメでやらなきゃいいだけだっていう感じで、もう全てのことをなんか全部やっていこうっていう感じで最初の頃やってましたね。もう本当にすごい勢いとエネルギーと盛り上がり方で、私も圧倒されるぐらいのなんかコンピューター開くのが怖いぐらいのダダダーっていっぱい来て、それにどうやって答えればいいんだろうっていう感じで、そこで皆さんなんかもう、ね、嫌になったりとかせずに、ね、私だったらあんなに あれこれ言われたりとかしたらもう、もうなんかちょっと切れそうになったりしないかな。みんな言いたいこと言うからね、勝手に。なんか美穂さん結構文章とかもなんかすごくこう文章下手なの。でなんかこの文章はおかしいよとかなんかみんなに言われたりとかしながらも、あそうかとかって言ってなんかいつも素直に言ってるかね。右から左に流して。そうなんか結構誤字脱字は多いし、文章は下手だし、話すのも下手だしっていうので。すごいできないことがいっぱいだったんだけど、でも書くことも一生懸命、なんかインタビューしてもらって、私の言うことを書いてもらったり文字起こししてもらったり、いろんな形で表にアウトしていくっていうことをやっていってました。そのインタビュー持ってこようと思ったのに忘れちゃいましたね。インタビュー後でなんかどっかで会ったことがあるんですか。なんかその倒産する社長の気持ちが分かった話も聞きたいと思ってたんだけど、時間がないかね。ちょっとだけさっきのなんか山す前ナッツの塊みたいなやつがあるんですけど、前ナッツを輸入、この後に一回輸入したんですよ。そしたらね、なんかこれがその時の写真が出てきたんだけど、そのコーヒーとパウダーって言って浅煎りと深煎りっていう2種類があったんです。今もそうですけど、そしたらね、なんかどっちか分かんないのが来たの。これ何なんだろうって。パウダーなのかコーヒーなのか色がね間なの。それでさ、なんか開けてみて私もすごい呆然としたわけ。たかが多分 1キンタルか2キンタルぐらいの大した量じゃないんだよ今から考えるとね。でもね、それをさどうすればいいのって言って、その時に一緒にいた相方がね、フライパンに入ればいいんじゃないのって言って、チキンタールも入ってらんないよって言ってて、冗談で、でも冗談じゃないんだよね。私はもう本当になんか死ぬか生きるかのなんか瀬戸際に立っちゃって、もう本当になんかもうね、ちょっとこう社長さんがさ、なんかこう事業がうまくいかなくなって、なんか自殺したりしたりする人の気持ちが分かったっていう感じだったのね、その時ね。結局どうしたのかなんかよく覚えてないんですけど、多分でもこれ言ったんだよ。そう、マイナスプロジェクトでなんかすごい暗い声でなんかもうどうしたらいいか分からなくてみたいなことになってて、でそれでなんかみんなの意見を聞いて、でもなんか自然のものだからそういう色の違いが出るっていうことも当たり前なんだし、そういうふうに説明したらいいんじゃないとかって言って、なんかそういう意見が出てて、それで言ったんだっけ、これで。どうやってどっちで売ったんだろうね。パウダーだったんだろうね。なんかそんなね、こともエピソードとしてありました。そうか。で、それでさ、その後山梨に、なんか山梨中心になって、あ、そうそうそう。これから、そう、それで、まあ今だいたい1年分ぐらいのことしか話してないんだけど、でも10年のうちの半分ぐらいがそのスロービジネススクールの中で割とワンヤンヤンヤンやってて、でほとんどこう
山梨の何自分の西桂の自宅 のところでこうパッキングとかもしながら、クッキーだけはちょっと頼む川口湖とかに頼んだりしてたんだけど、大体自分のところで完結してる感じで、ローカルなこの地元の人たちに広がっていくっていうようなことはあんまりやってなかったんですね。でその帰りじゃない、後半の5年、今から5年前ぐらいから、そのここの地元でもっと広げていくっていう感じに変わってきたんですよ。でじゃあちょっと答えしてもらって、ゆきちゃんいる？ゆきちゃん何言われても困るから、ゆきちゃんと全然打ち合わせしてなかった。ゆきちゃんいる？まあいなかったらじゃあ私が喋るかそれでまあそういう流れで、ローカルな地元でやっていくっていう時に、なんだろう、そういう時に一人になっちゃって、今までちょっと相方とかいたり友達が手伝ってもらったりしたのがなんか急にいなくなっちゃってすごく困ったんですよ、パッキングするのとか。それでとにかく一人じゃやれないから助けてくださいって言って、なんかちょうどその頃 Facebook やり始めの頃で、ヘルプが必要ですって書いたの。そしたらあのゆきちゃんが私も手伝いますよって言って、顔見知りだった、あ、ゆきちゃんすいません、はい、いいですか、もうちょっとお話入ってますけど、はい、ヘルプしてくださいって言って、はい、ここに倉田ゆきちゃんで、はい、倉田と申します、よろしくお願いします。で、ヘルプしてくださいって言った時に、彼女が私もなんかできますよって言ってやってくれた、手を挙げてくれたのがきっかけで、それから一緒にやってもらうようになったんですね。なんかこれまでは遠くの人たちと一緒に離れたところの人たちとやってたので、なんか近いところの人とちゃんと顔を向き合わせて一緒になんか物を作っていくっていうのをそろそろやりたくなってたんですね。でそれが始めることができたっていう感じなんですよね、うんうん、それで、ちょうどその彼女が入ってきたと一緒になったと同時に、パッキングの方もちょうどね、坂爪一子さんが私なんかやりたいって言ってくれて、で河口湖 の子供を、ね、持つお母さんたちを集めて、自分の周りの知っている人たちを集めてパッキンググループを作ってくれたのね。でなのでパッキングも今まではうちで全部やってたんだけど、彼女のところのお家を貸してもらって、でお母さんたちが集まって、で子供は誰かが見てくれてね、まだパートさんとかには行きにくい人たちがそこで集まってパッキングをするっていうのを始めたんですよね。なのでもう5年ぐらいやってもらっていて、今日はそのパッキングのに関わっている人たちもね、何人も来てくれてますよね。はい、はい、ありがとうございます。もう世代が変わって、世代っていうか人がね変わって、いろんな人がずっと続けてくれてる人もいるし、続けてくれて今度うちに来てくれてる人もいるし、ずっと続けてくれて新しい方も入ってきたりとかね、いろいろありますけど。で、あとは作業所さんにね、パッキングをお願いしたり、あと作業所さんにクッキーをお願いしたりとかね、地元のところにいろんなお仕事を、前夏のお仕事をしてもらうっていうのを、この5年の間主にやってきましたね、うん。そうですね、私は多分アースデーの時にアースデーのお手伝いできる方って言って Facebook で、それその前にも会ってるんです。その前にお互いほとんど普段行くこともないファミレスで夜に会っちゃうんです。で、
もともとヨガで一緒だったので顔だけは知っているっていう方に、あ、美穂さんですよね、あ、ゆきちゃんだよねって言って、で、そっかお手伝いできるか、あ、パッキングだったらできるかもしれないって言って、始まって、2013年週2回通うようになって、私も子育てもしてたのでしてるので週2回ぐらいがちょうどよくって、で4時に終わってくれると助かる、そういうなんていうちゃんとパートでも働きに行く、パートで働くのがなかなか難しいのですごく助かってたんですね。で、5月夏を過ぎ13年の暮れぐらいに美穂さんが手放すって、マイナスを手放しますっていうのを言い始めて、手放すってどういうことっていう感じで、で、手放すっていうのと、あと1月から3月まで、メキシコ・ガテマラに行くって、その間もお留守番お願いしますって言われて、お留守番、手放す、どうしようみたいな感じで、あの時はどうだったんでしょう、手放すっていう、マイナッツのことをこうずっとやってきて、それでなんかその時その2013年の12月の当時の時に、なんか自分の中でなんかその前からこうずっと思ってたんだけど、私いつかもしかしたらマイナッツのことを手放すかもしれないなっていう、いつかそんな時があるかもしれないっていうふうになんか思ってて、でその当時の時に、あ、なんか今じゃないかって思って、なんかすごく怖かったんですけど、そのマイナッツ手放したらどうなるんだろうっていう、私からマイナッツ手放してどう、私一体どうなるんだろうなとか、すごいちょっと怖い、あの手放すことの恐れっていうのがあったんですけど、なんかその時はもう勢いで手放しますっていうふうに決めて、でその後のことはもう考えずに、まあ本当に申し訳なかったんだけど、ゆきちゃんに手放すからね、ちょっとお願いみたいな感じで託して、なんかノートじゃないの、メモ用紙にいろんなことを、連絡先とか実家の住所とかいろいろ書いてあって、いやこれは本気なんだなと思ったけど、でもあんまり真剣に受け取るのはやめよう、あ、そうなんですねって言って割と流すように、その注目しないそのことにはあんまり注目しないで、とにかく、1月からのガテマラに行く間のこととか教えてもらってやったんですけど、業者さんにもなんとなくそういう噂というか、美穂さんが手放すよみたいなのが流れてしまって、問い合わせが来たりとか、あと大雪の年だったんですね、2014年2月っていうのがものすごい大変でなんか、でも連絡は取れたので、美穂さんの中でその年はメキシコに行ったんですよね、長く割と、メキシコに長く、メキシコと、ガテマラと両方行ったんです。で、なんかその帰ってくるメッセージが前向きな感じで、なんかちょっと違うぞと思って、なんか変わったんですか、その旅で。そう、なんか手放して行ったんですよ、本当に迷惑かけたんですけど、でもやっぱり手放すっていうことは、なんかその手放すものが大きければ大きいほど、なんか返ってくるものもすごくって、その時にメキシコから最初入っていって、なんか自分がいつも行かないようなふっと思いついたところから、なんかこう旅をしたんですね。でその時にマヤの文明で有名なパレンケとかに最初行ったんです。でもう前にも行ったことあったし、パレンケを、パレンケだって分かるかな、遺跡のところそういうところを回った時に、あ、その辺から、その辺からもうなんか流しっぱなしでいいや、スライドでパレンケとかに行ったんですけど、
そのなんかそのマヤの文明のとこなんですよね、ずっとね。で、なんだろう、そういう場所を回っているときに、なんか私の中にすごくいろんな、なんか昔のね、記憶がなんか蘇ってきたんですよ。で、パレンケにいた時代があったこととか、自分がここで暮らしていたこととか、で、その行く先々でね、すごくいろんな自分のこう記憶が蘇ってくる中で、そこにはね、マヤナッツの木がね、あるんですよ。で、私はそれまでね、ガテマラオンリーでマヤナッツを取引してたから、メインのガテマラのラモンしかあんまり知らなかったんですよ。注目してなかった。だけど見るとね、そのメキシコ側のユカタンもそうだし、パレンケもそうだけど、どこにもね、マヤの文明、古代の文明があったところにラモンの木があるんです。あるっていうことに気がついた。で、私はその昔々のその古代の時代に、そのどうも私はあのマヤの人だったみたいなんですよ。まあ、そういう記憶も出てきてね。で、その時からラモンはそこにあったんですよ。だから私は今初めてラモンに会って、今ここでそのラモンを広めようっていう、なんていうの、突発的なことではなくて、そのすごい深い古い時代から私の魂とそのマヤとラモンっていう関係はすごく昔からもうつながっていたものなんだっていうことが、あの思い出されたんです、しっかりと深いところで。それを知るにつけ、そういうことが分かるような旅をした中で、あ、なんか手放したんだけどね、なんか手放したんだけど、みんなが私のに会うと、みんなラモン広めたいんだよって、メキシコでも広めたいんだよとか、モグさんどうしたらいいとかってみんなから言われるんだよ。いや、私もやめるんだけどなと思いながら、でもなんかやめる感じになっていかないで、私とのラモンとのその結びつきの深さみたいなものを、深く深く感じ取る旅になって、それが終わって帰ってきた、ね、で、その帰ってきたんだけど、なんか私の中では一回手放したんだけれども、なんかこれはすごい次のステージに行く準備だったのかなっていう感じだったのね。なんかその私はそこまで深いと思ってなかったの、私とラモンの関係が。なんかまあ 森が燃えてるの見たからね、なんかも森を守っていくためにマヨナッツ広げなくちゃっていう、そういう意識でやってたの。だけどもっともっと深い昔からの約束みたいなもので、私はこの時代にマヨナッツを広めなくちゃいけないっていうようなものが昔からあった。そこで私は今これをやるっていう、なんかものすごいこう深い壮大なスケールの中の今の私なんだってことがその時に分かったんですよね。なんかそれが私の中でものすごく変わって、なんかそのマヤナッツに対する思いとかも、あの今までと違う感じになってきた。で、まあみんなにはあんまり説明ができなくて、なんとなく戻ってきてまた復活したよっていう感じでやってたんですけども、私の中では何かが大きく変わって、また次のステージでマヤナッツを広げていこうっていう風になっていったんですね。で、この流れでちょっと話すと、そのマヤナッツはまた今また次のステージにまた来ていて、それ去年あたりからその辺がこうなんかどんどん明かされてきてるっていう感じなんですけど、この私がまあ思っていたマヤナッツっていうその栄養がある、栄養があってね、飢饉の時でもこれだけで食べていけてたっていう、みんながこれで生きていけてたっていうのがラモンなんですよね。で、ラモンの木はピラミッドの周りに行くといっぱい植えてあるっていうことは、その古代のマヤの人がこれを植えて自分たちの食料にするために植えて食べてたっていうことがわかるわけね。で、そんなあの、まあ、今の言葉で言うとスーパーフードなんだけれども、でもただ
ただのスーパーフードではないっていう感覚が私の中にはあって、でそのビジネスのこととちょっと絡めて言うとね、全然ビジネスとかが分かんなくてど素人の私が今まで 10年間もやってきて、どのなんかいろんなことをやってきたの、ここがいいんじゃないかな、ここがいいんじゃないかなって思うようなちょっとオーガニックな大手とかね、いろんなあのところに会社にね持って行ったり営業したりとか、いろいろもう本当にいろいろやることは全て私の中ではやったんだけども、どうしてもねそこからね開いていかないのよ。なんかどうしてもね、何度ここまでやったのにね、なんか OK にならない、扉が開かないで、だからそういう普通のね、なんかオーガニックとか自然食品とかのルートだけではなんか違うんだよね。でそれでいくらやってもや扉が開かないから、もうそれはやらないことにしたの。でまあ何か前夏は前夏なりの何かこうルートがあるんだろう、まあ、ただの何ていうか栄養食品とか健康食品とかとしてバッと広まって売れていくっていうのとは何か違うものがあるんだろうって思いながら、私はもうそれに従うしかないんだよね。マヨナッツがどう生きたいのかっていうのは私がやってもダメだから、だからやってもダメなことは何かもうそれについていくしかないなっていう感じで今までやってきたっていうのがあって、でそれがマヨナッツっていうのはだからただのナッツじゃないんだよ。でただのナッツじゃなくて何なのっていうんだけど、なんかねそれはね あるその治療をやっている人がいてね、マヨナッツをなんかちょっと気になるので治療に使いたいからっていう人が現れたのよね。でその人がマヨナッツとやっぱりコンタクトを取ってくれてね、コンタクトっていうかマヨナッツから、なんか情報を取ってくれたの。でその人がね、マヨナッツはすごいいろんな情報を持っていてね、でその情報の中にね自分に教えてくれるものは全てではない、全部のことはまだ教えてくれないんだけれども、この中には慈愛とか愛とかそういうものが入ってると、あと王とか高貴なシャーマンとかそういう情報が入ってると教えてくれたので、何かもうそれを私は聞いた時にすごい大泣きしちゃったんですけど、何かやっぱりそれはそのマヨナッツの中に私たちがその数値的でね、数値にタンパク質が何とか鉄分が何とか数値的に分かることと、そういうのが分からないことがあるんですよね。だからマヨナッツにはその数値ではない計り知れないものが何か入っているんだ、そうやって食べた人が使ってる人が、なんか私これを使ったら何かこう変わったんですよねっていう、お客さんのそれぞれのね反応が感想がみんな違ってたりするのね。でそれは何かただのその栄養的な数値とは違うものでが作用していて、不思議なものだなっていうふうに思ってるたんだけども、そういうふうにデータというか情報をもらう取るような人が現れることによって、でその人は実際にもう治療に今使ってるんですけどね、そんな人が現れたりとか、最近ではね歌丸さんっていう方がね直接コンタクトを取ってそれを皆さんに教えて公開してくれたりとかしてるんですけども、後でちょっと朗読してもらうんですけど、こんな風にして何か不思議な力を持っていて、それを今の時代の人たちの中に必要なものが開かれていく、なんかその人の閉じているものとか、その人に何かが足りないものとか、まあ愛はみんな持ってるんだけど、やっぱりみんな それが閉じてたりとか、それが広がってなかったりとか、もっともっとそのここを愛で広げていきたいっていうのがこの世の中にはあるんだけれども、それを促すような作用とかね、そういうものが中には含まれてるんじゃないのかなっていう気がするんですね。これはあんまりこう一般的には説明しても分かることではないので、あんまり私は言ってはきてないんですけれども、でも、まあ、ホームページにはちょっとそういうこともちらっと書いたりとかさせてもらってるんですけども、まあ、そんな感じでその私がやってきたマヤナッツのこの輸入のお仕事、森を守るお仕事っていうのは、そのマヤナッツとこう一心同体で
私がやりたい方向でやろうと思ってもできなかったことを前夏が何か私に示してくれてその道筋を作ってくれるみたいなそういう感じだったんですね。なのであの一般的になんか私ビジネスやりたいんですけどどうしたらいいですかみたいなのには全然向かない話なんですけど、でもなんだろうな、こう究極の部分では何か大切なものはその、そのものに教えてくれるっていうあのものの大切なところを伝えていくっていうのが必要なことなのかなっていうのをあの私はこれまでやってきて10年間やってきた中で私のものではない、私のやり方ではない、私ではないものと何かこう一緒にこう歩いていく必要があったっていうか、自分の我を折らないといけないみたいな、だから自分ができないことをこうやってみんなの前で喋るとかね、全然私は得意じゃないしできなかったんだけれども、それをこうやっていくことも成長につなげさせてもらったし、たくさんの人とこうやってつながる、こう 人と会うのとか、こうなんだろうな、とにかく人見知りとかも強かったんですけど、こういうふうにあの人とお会いすることもできるようになったり、いろんなことをマイナッツによって私は成長させてもらって、で多分それぞれ私がそうなようにそれぞれの人がマイナッツと関わっていくことによって自然とそれがこう開かれていったり、それが成長されていったりあのしていくのかなっていう、今急速になんか皆さんがそのマヤナッツがこうそれを感じ取ってくださる力がとても今増えてる、そういう方が多いなと思うので、なんかマヤナッツをただあの、まあ、ただの飲み物だったりそのただの何かいいものとして使っていただくのでも全然 OK なんですけど、何かそういうふうに自分の中に何かこう何かを促してくれるようなものだと思って使っていくとよりあのいいかもしれないなとも思ってます。はい、そんなことで、あ、一つだけなんかちょっとビジネス的なっていうか困難だった時のことっていうのを一つ言っとこうかなとか思うんですけど、なんか今までやってきた中で、まあ、困難だったなっていうのはあのやっぱ輸入っていうのがあのなんていうのど素人で、ただ向こうから A 点から B 地点に運べばいい、ね、なんか会社に頼んで運べばいいだけなんですけども、何せね、なんかねコストがすごいかかるんですね、あのマヨナッツ重いしね、でたくさん売れないからあの船でできなくてずっと飛行機であの送ってました。今も時々飛行機なんですけど、でそういうのが、まあ、私はそれしかやったことがないのでこんなにお金がコストがかかってももう当たり前なんだっていう思ってたんですけど、ある時に友達に聞いたら驚かれて、そんなにかかってんのって言われて、ちょっとなんか驚かれてね、それでよくやっていけるねって言われたんですよ。いや、やっていけてないよねって言われて、でそうか、やっぱりこれは大変なことを私やってんだなと思って、なんかだからそのコスト計算とかしたらそれがコストにその値段に跳ね入れたりとかしなくちゃいけないんですよ本当は。でも私そういうのが計算も苦手なんですよ、なので苦手なことがいっぱいあってあんまり本当にビジネスに向いてないんですけど、でもそういうなんかあのそのコスト計算とかがあんまりできてなかったがためにあんまりだからその売っててもその利益っていうものが出ないような形でずっとやってきていて、でようやく最近そのマヨナッツの価値も分かってきたので、私自身がね、いやこんなに本当はこんな人間でやってちゃダメなんじゃないかってある時に思って、あ、なんかすごくその全体的なコスト&マヨナッツの価値ってことも考えたら本当はもう今の何倍かで売ってもいいぐらいなんじゃないかってある時思ったんですけど、いきなりその何倍もできないからとりあえず今1000円になったんです。で1000円になったのだってすごい、800円から1000円にするのだって相当勇気がいったんですけど、今までのねお客さんから200円も上がるのって思われるとやっぱりかなりアップしてるじゃないですか。でも1000円の価値以上のものはあるんですよ、言っちゃなんですけど。なのでこれでもやっとなんかこうやっと回りだしたかなぐらいな感じなので、まあ一番苦労としてはそういう
金の計算ができないとか、うんうんうん、輸入のことがなかなか難しかったとか、まあ、そういうようなことが あとやっぱりガテマラの人とのやり取りっていうのが日本の人とのやり取りとは全然ピッピッて言ってピッて返ってこない、ピッて言ってみたいな、1ヶ月とか2ヶ月後ぐらいに返事が来るみたいな、そんな感じなので、やっぱりなかなかこう一筆縄では一筋縄ではいかないみたいなところがあって、なかなか今でもね、なかなか大変です、やり取りはね。でもまあそういう中でも、まあ、それぐらいは大したことないのでやってますけど、苦労話というか、こう困難だったかなって思い出せられるところでは、まあ、そういうことを思い出しました。はい。1時間ベラベラ私とちょっと喋らせていただきましたけども、とりあえずマヤナッツのアニバーサリーなのでベラベラ喋らせてもらいました。ありがとうございます。で、ゆきちゃんはうちに来てもらって、とにかく新しい商品がどんどんできました。彼女が来てから、私が思い浮かぶものがどんどん形になって、どんどん素敵なラベルとかを作ってくれるんですね。なので、もうどんどん新商品目白押しで、いい。マヤナッツってすごい栄養があって、お腹に持つので、非常食とか携帯食にいいので、私はこれから先も携帯バー的なものをどんどん開発していこうと思うんですけど、とにかく基金、非常食、携帯食、そういう時にマヨナッツを忍ばしておくっていうような、そういう感覚で皆さんにいてもらえたらいいなと思います。後でゆっくりお買い求めください。そして、とりあえずこれで私のお話終わって、で刑事君に渡しまって、その後に最後ら辺にちょっと感想とかを皆さんに、お話しする時間がちょっとだけ取ってますので、はい、じゃあ、はい、刑事君よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いいよ、あ、すぐ、あ、OK、 あ、もういいよ、はい、皆さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。